国土のおよそ 70% が森林に覆われ、先進国の中でもトップクラスの森林率を誇る日本。そんな日本の木材の魅力をご紹介いたします。遥か昔から木と共に生きてきた国、それが日本。世界文化遺産である法隆寺はおよそ1300年前に建てられながら、その姿を今に残す世界最古の木造建築物として知られています。日本の森林計画制度に基づいて適切に管理されている日本の森林、その面積のうちおよそ半分にあたる1300万ヘクタールが天然林、およそ1000万ヘクタールが植林などによる人工林が占めています。日本の木材は主に針葉樹が多いんですけれども、杉とヒノキが多く産出されます。で、杉の特徴としては、偏材と芯材、偏材が外回りの白い部分で、芯材というのは赤い部分なんですけれども、赤い部分に関しては非常に耐久性がありまして、腐りづらいっていう特徴もあります。また若干柔らかいので非常に肌触り、そういったところでも優れておって、使いやすい、加工しやすいっていう特徴がございます。日本固有種の針葉樹である杉、まっすぐに育ち形質に優れ加工もしやすいことから、日本では古来から建築材や家具、彫刻に工芸など幅広い分野で活用されてきました。さらに現在はこんな用途にも、主に北米向けの、フェンス材に使われる材料を輸出しております。日本の杉を、まあ、価格面と あとはボリューム面ですね、供給の安定性の部分を見ても、杉はいけるんじゃないかということで、約10年ほど前から少しずつでありますがアメリカ国内に入っていたと。日本の木材を積極的に活用し製品化している家具メーカー、まずはですね、ふんだんにあるっていうことですね。戦後ずっと植えてきましたので、ちょうど今60年70年経ったその末期と言われる杉の木がたくさんありますから、まず供給に問題は、材料としての問題はないんですね。ですから、我々としてはその安定的に出てくるっていうことは一つのメリットとしてあると思います。家具が人々の暮らしに寄り添えるよう、日本の職人の技術は長年にわたり培われてきました。人間の体が触れるものですので、必ずその直線の部分はないんですよね。少しこう曲がっているとか、体にフィットするために曲がっている、または手が触れるためにこう柔らかいカーブになっているっていうようなことで、曲げをしてこう曲面を作るっていう技術、それをずっと磨いてきましたので、まあ、それが曲げ木という形で、まあ、今も100年間ずっとこう永遠とつないでいる。こちらは伝統の技を駆使し、和風住宅からお寺の建設まで手掛ける工務店。昔から適材適所っていうこともあってですね、杉も芯材に関しては本当に腐りにくい性質を持っております。まあ、それで昔からやはり構造材、梁にも杉を使っておりますし、柱でも一部は使っていたところもありますね。もう金をかけた時の光沢っていったら本当に綺麗な木でもありますし、十分住宅には必要な木で、杉ばっかりでも家は建てれるっていうか、そういう木なんですね杉の場合。さまざまな木材を適材適所に使い分け建てられていく日本の木造建築。精度の高い建築資材や断熱材などを使い作られた家は、高い気密性と断熱性も備えています。
こうした木造建築で不安視されるのが耐火性、耐震性、耐久性といった安全性について、木材における様々な研究を行っている森林総合研究所にお話を伺います。日本はですね、温度が高くて湿度も高い、それから地震が多い、台風が来るっていうような、木造建築物にしますとかなり過酷な、状況に見舞われることがあります。でそういう中で、ずっと長年培われてきたその建築に対する決まりっていうものがありまして、それを満足しているように建てられている建築物というのは、その他の地域に行ってもその同じ建て方であればまず間違いなく十分な性能を発揮できるんじゃないかなと思います。実はですね、日本の火災安全性に関する規制というのは世界一厳しいレベルのものになっておりまして、これ何でかと言いますと、日本は地震とかが多いですので、基本的にその時の大火事といいますか市街地火災なんかを防ぎたいと、そういったのが根底にあるわけですね。でそういったのがあるものですから、日本のその一番厳しい耐火っていうものになりますと、火災の時に消防とかなしでもほっといても建物がその火災が終わった後にまだちゃんと立ってると、そういった性能を要求されてしまうんですね。でそのほったらかしにしても立ってるようにっていうのは外国ではほぼ見られないような規制になりますので、そこが一番厳しいところになってます。さらに近年注目を集める CLT といった木質材料の原料としても日本の杉は適しているのではないかと日々研究が進んでいます。そもそもはやはり杉が主要な材料である、たくさんあるということが出発点なんですが、これを木質材料の原料として考えたときには軽いというところがむしろメリットになるということに気がついてきたというところですね。例えばこちらにあるような断面が大きな部材の場合、全て強度が高い木材を使ってしまうとかなり重さが出てしまいます。そこで表と裏の一番強度的に重要なところだけ松であるとか、そういったものを使って中を杉とすることで強度性能を高く、密度を低くということで使いやすい材料ができないかということを考えています。伝統と品質、そして安全性、メイドインジャパンの木の素晴らしさにあなたもぜひ触れてみてください。